僕の好きなエンタメ作品について話させていただこうかなと思ってます。アニメと漫画と映画がすごい大好きで、それを見てきたことによってなんか人生が形成されてきたって言っても過言じゃないくらい僕の私生活に影響を与えているもので、それがなかったら多分今の僕いないし、今の僕の考え方とかも本当になかったかなっていうふうに思うので、なんか僕を語ろうと思ったらエンタメ要素は絶対に絡んでくるものだなっていうふうに思うぐらい大好きなものなので、今回紹介したいなって思いました。学生の時 のバイト先も映画館でバイトしました。大学生になったら映画館でバイトできるんですよ。高校の時から絶対大学生になったら映画館でバイトしようって決めてて、で応募して受かってバイトしました。周りもめっちゃ映画好きな人ばっかり、映画とかアニメとか漫画好きな人ばっかりだったから、おすすめとかのやつめっちゃ聞いたりとか、なんかあんまり聞いてなかったけど、なんかそのお客さんめっちゃこの映画入ってるなとかって気になったりしたら、なんか調べたりとかして、なんか見よう自分もとかなったりとか、そうなんです、そういうのとかあって、いろいろ結構そういうエンタメ作品に触れてきました。はい、なんですかね、アニメとかだったらもう一気見とかはもう全然学生の時すごいしちゃってて、睡眠時間とかも削ってずっと見てましたね。はい、それぐらいもう睡眠めっちゃ好きなんですけど、それよりもはるかにもうやっぱエンタメとかの方が好きで、映画とかだと月に3本は絶対見に行ってました。でなんか会員みたいなやつとかもポイントたまるやつとかあったりして、なんか6回見たら映画1本無料みたいなとか、もうめちゃくちゃすぐ溜まってました。はい、3位はハンターハンターです。さっきもちょっと話させてもらったんですけど、やっぱこれはそのさっきも言ったんですけども、凄まじい勢いで見るぐらいもう展開がすごい気になって、もう本当にもう その時期ハンターハンター以外のこと何も考えられないぐらい大好きで、めちゃくちゃ見てましたね。何々編って分かれてるんですけど、なんかもう本当に何々編ごとにもう全く物語が全然すごい違くて、もうまた本当に違った面白さというか、なんかすごい舞台が全く違くて、ゲームの世界を舞台にしたものとか、なんかありへんだとかいろいろなんかもうすごいあって、主人公が、苦難を乗り越えて頑張って勝てるみたいな感じのアニメとか多いと思うんですけど、全然主人公でも勝てないようなもう強キャラ全然バンバン出てくるし、これめっちゃいいところだなって思うのが、敵がなんかもう本当にその悪いやつばっかりじゃなすぎて、敵やけどもう敵のキャラにもものすごいストーリーあって、なんかもうそっちにも絶対共感できるストーリーとかもたくさんあって、なんかそれがもう本当に魅力なんじゃないかなって自分の中ですごい感じてて、友達とかでも敵キャラの方が好きな子めっちゃ多かったし、いいです。僕信長とか好きなんですけど、はい、いろいろ涙あり感動ありのシーンもありつつ、歌もめちゃくちゃ良くて、それとかも聞いた今でもいろんな記憶蘇ってくるんですけど、言ったらクラピカがめちゃくちゃ好き でなんかクラピカってもともとクルタ族っていうクラピカの種族があるんですけど、そこのクルタ族 なんかその火の目っていうのがめちゃくちゃなんかレアで、それをなんか売るためにめちゃくちゃ仲間を殺されて、なんかそれがもうめちゃくちゃ腹立って、それを復讐絶対クルタ族の目を取り戻すためになんか旅をしてるみたいな感じなんですけど、そのやっぱりその昔のそういう過去とかもあるから、ものすごいなんか警戒心とかもすごいし、なんか全然なかなか人に心開かないけど、開いた人にはもうめちゃくちゃ思いやりのある心とか、仲間の団結力じゃないですけど、もう思いやる心とかめちゃくちゃいいし、他者を思いやる心とか、なんかその人に心を開く大切さとか、そういうのもなんかその培わせてくれるアニメというか、僕はなんか結構それをいい方のキャラじゃなくて敵からもそういう心を学べるアニメで、それがなんかすごいいいなって思って、そのどっちもちゃんと思いやる心がある者同士の戦いとかもほんまになんか泣けるし、なんか
いいっすね。中学の時のなんか友達とかもめっちゃアニメ好きな子多くて、バトル系とか結構好きで、あ、じゃあこういうのとかいろいろどうみたいなのでおすすめしてもらった中の一つでハンターハンターに出会って、リーズンとか表裏一体とかディパーチャーとか、なんかそのハンターハンターの歌をあのめっちゃカラオケでみんなで歌ったりしてめちゃくちゃ盛り上がってましたよ、ね、表裏一体が多分一番盛り上がってました。はい、なんかしかも泣けるし、だから歌いながらいつもみんな結構こうちょっと込み上げながらそう泣きそうになりながらも歌ってました。でもそれがめちゃくちゃ良かったですね。それぐらいなんか見終わった後とかでもなんかあの何ですか、忘れずになんか歌いたくなるようなくらいで、しかもそれで思い出すくらいなんかもうめっちゃ大好きでしたね。はい、はい、2位は映画のグレイテストショーマンです。あのグレイテストショーマンの映画は僕が初めて映画館で IMAX、 あのなんかめちゃくちゃ音いいやつのなんかスピーカーなんか一番高いやつであの入った時のやつだったかな。あのミュージカル映画なんですけど、グレイテストショーマンが、であのそのミュージカル映画の中であのちゃんとストーリー性のある映画で、歌の歌詞の中でそのあの一つ一つのあの伝えたいことがなんかあの表現されている映画で、一つ一つの歌がめちゃくちゃいいんですけど、そのいい歌をなんかそのめちゃくちゃいい音響の映画のところで聞いたんで、もうより一層なんか入り込めたのがこの映画を見た時だったんですけど、僕3回見たんですけど、その最初のやっぱあの1回じゃあんまり深くまでは理解するのが難しかって、であの何回か見るうちにもっとどんどん見れば見るほどなんか良さが伝わってくる映画だったんですけど、なんかこの映画が多分その伝えたいことは何かなっていうのとか結構いろいろ考えてたんですけど、こういうところ自分嫌やなとか、なんかその恥ずかしいとか、でもそういうそれって絶対個性やし、それってすごい逆にいいことじゃないみたいな、 This is me っていう歌があのグレイテストショーマンの中であるんですけど、直訳したらこれが私ですみたいな感じじゃないですか。だからなんかそのもう本当になんか自信なくすんじゃなくて、もう本当に自分ありのままの自分をさらけ出すことの素晴らしさみたいなのをもう本当に分からせてくれるし、多様性をちょっとテーマにしてたものだと思うんですけど、他者をなんか尊重することの大切さとかもこの映画ってすごい学べて、はい、になるまで通ずるようなものがあるのかな。いや絶対あります。なんかそういうのも思いながらずっとやってきたし、もうこういうのから影響を受けてなんか自分のこういう性格だったり考え方だったりあのもののなんかそのものへの立ち向かい方とかやっぱすごい感化されてるなって感じましたね。今話してても自分で思いました何回もこの映画って結構夢叶えるためにいろいろチャレンジするんですけど、本当に失敗とか、まあ、思わぬアクシデントとかも起こるんですけど、失敗したとこから何か学べば、なんかそのじゃあ今回これ失敗してしまったけどここでこれ学んだから次はじゃあこれできるようにしといたら大丈夫やってなったら、その失敗ってもう失敗じゃなくてもう成長につながるための材料になるわけじゃないですか。っていうのも教えてくれる映画だったし、気づかせてくれる映画だったので、なんかすごい僕の中ではいいなと思ってて、終わった後になんか字で The noblest art is that of making others happy っていうのが あの出てたらしくて、でなんか最も高貴な芸術は他人を幸せにすることだっていうのがなんかそれに書いてあったらしくて、でめっちゃいいなと思ってなんかそのエンタメの世界やから、なんかその、まあ、見る人をなんか幸せにできる芸術があの最高の芸術って確かにそうやなと思って、なんか自分も楽しみながら相手のこともなんかあの幸せにできるものを届けられたらすごいいいなっていうのを感じたので、なんかこの映画からそれを学んでなんか今のお仕事にもそのすごいつながることでもあるなって思いました。1位は漫画のスラムダンクです。これ漫画にした理由があって、お父さんも漫画とかアニメ好きで、であのお父さんがあのスラムダンク全部集めとって、抵抗あるじゃないですけど
まあ、紙でこうやって読んで字も難しいですしとかもあったんですけど、漫画で思おうと思って、そういうのきっかけで読み始めたんですよ、スラムダンク。で、主人公 その桜木花道っていう人がいるんですけど、身長も高いし運動神経もいいし身体力高くてみたいな、ポテンシャルめちゃくちゃ高くて、なんかしかも本人もまあやったるかみたいな感じで、できるやろみたいな感じのスタンスやのに、なんか全然うまくできひん、ちゃんと練習今までやってきた経験者の人とかと比べたらなんかどうしてもうまくいかへんみたいな、でなんかその、まあ、悔しい気持ちとかもめっちゃあるやろうし、なんかでもそんな中で諦めずにひたむきに思うようにいかない部分にも立ち向かって、なんかこっそりこうやっていろんな練習とか基礎とかちゃんとやって、どんどんまあ成長していく中で全部勝利のストーリーかと思いきや、全然ちゃんと負けたりとかもするし、なんか大事な面でもなんか思いっきりやらかしてしまう時とかもあるけど、でもなんか立ち向かう姿がもうめちゃくちゃかっこいいし、なんか負けず嫌いなんですよ本人が。僕今めちゃくちゃ負けず嫌いなんですけど、めっちゃ悔しがるタイプで、最近で言うと自分たちの YouTube の企画でフリスビーの企画があって、で僕のチーム負けちゃったんですけど、まあ、もう一戦やるみたいな感じでなんか話あったんですけど、いやもう疲れたしちょっと終わろっかみたいな感じだったんですけど、僕だけ悔しすぎてもう一戦やりたいぐらい思ってて、それぐらいなんかでも言えなくて、悔しすぎてもうその後のインタビュー全然喋れなかったんですよぐらい本当に悔しい、めっちゃ悔しい、負けず嫌いでっていうのとかは本当に桜木花道の影響でしかなくて、僕もともと歌もダンスも未経験やったんで、でも周りはめっちゃ経験者のこととかばっかりやったから、負けず嫌いの気持ちとかで本当にやってきたから思い出しますね。なんか負けそうになった時とか、なんか桜木花道のことめっちゃ思い出しながらやるしなんかそう、その自主練とかする時とかもなんかそう、なんか基礎とかがしっかり大事やからっていうので、基礎レッスン僕だけ一人でダンスレッスンめっちゃ受けさせてもらったりとか、桜木花道がなんかこんだけ頑張って基礎か無駄もできへんところからなんか周りについていくためになんか負けたくないからっていうのでやってる姿をやっぱそのすごい自分に重ねて見ちゃったりとかして、僕の中では自分をどんどんずっと前に引っ張っていってくれてる作品だなっていう風に思ってて、好きなキャラ桜木もそうなんですけど、宮城亮太っていうキャラめっちゃ好きで、ドリブルこそがチビの生きる道だって言って、自分のそのまあ、言ったらバスケで背ちっちゃいのはちょっと不利なポイントなのに、ウィークポイントみたいなところに当たるかなと思うんですけど、僕はそれを生かして逆にその負けずにそこを長所に持ってって、逆境を自分のものにしてなんか突き進むところがなんか、まあ、僕はめっちゃかっこいいなと思って、はい、普段結構おちゃらけてる感じなんですけど、ね、でもそういうところでちゃんとしっかり決めてくれるからめちゃくちゃかっこいいなと、そこは僕響いてますね。桜木と宮城がなんか僕の佐野雄大っていうキャラを作ってくれてるのかなってすごい思います。